こんにちは、金丸つゆげ店の石田です。私はですね、今、中川の桜道というところに来ております。こちらですね。で、こちらでですね、つゆをされている方がいらっしゃいますので、こちらのお二人にですね、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。はじめまして。こちらで、まあ、釣りを今、されてると思うんですけども、こちらで今何を釣られてるんでしょうか。おー、早速釣られ、おー、まあ、言わずと知れた、まあ、ハゼを今、まあ、そうですね、インタビューしてる時に釣れちゃいましたけど、これは、そうですね、ああ、結構、ああ、こういう形で、今、話をしてる間から、釣れております。なんとですね、これお二人で、釣られているんですけども、もう、ハゼがですね、まあ、15センチから、まあ、小さいもの12センチという形が、まあ、40匹という形で、こちら、ヒラメなんかもですね、まあ、ちょっと見えにくいかもしれない、かもしれないですけど、おります。ですね。こういう形で、ですね、やっているということですね。こちらは、何時間ぐらいで今、このぐらいの釣果をこう上げた形なんですかね。1時間半か2時間ぐらいですか。1時間半か2時間ということで、非常にやっぱり、ヒヌマが今釣れてるということをお聞きしたんですけども、実際にですね、こういう形で釣れているっていうことが分かりましたね。ルアーロッドでちょうど、まあ、どまたかかったんでしょうか。ああ、またかかりましたね。いやー、すごい、すごいですね。非常に、コンスタントに釣れてる感じですね。仕掛けとしてはこういった形の、まあ、重りですかね。重りがあって、まあ、下に、まあ、針と。っていう形で、使われてる一層目は、こちらは青い層ですかね。はい。なんで非常にコンスタントにこれだけ釣れると非常に面白いですね。こちらの方にも聞いてみましょう。おはようございます。おはようございます。こちらですね、非常に、釣れてると思うんですけども、先ほど1時半と、はい、1時間半ぐらいということで、まあ、先ほども非常にですね、まあ、コンスタントに釣られてると思うんですけども、はい、なんかこう、釣っててなんかコツみたいなのがあったら一言お願いしたいなと思うんですけど。もう本当にもう軽く誘うだけでもうすぐ当たってくるので、なるほど、いつも何も多分みんなコンスタントに釣れてるんじゃないかなとは思います。実はですね、あの先ほど、まあ、こちらですね、まあ、今周り見るだけでも8名ぐらいの釣り人の方がいらっしゃるんですけど、はい、結構やっぱり、まあ、5匹ぐらいは釣れてるんですけどね、ここまでこう40匹って形で釣れてる方がなかなかいらっしゃらなかったので、はい、まあ、ぜひぜひということで、まあ、取材に応じていただいてる中でこちらは釣られてますね、もうね。すごい釣れてますよね。やっぱり、当たりとかがもうガツガツって感じですぐ来てる。もうすぐガツガツってくるので、もうあとはもう乗るか乗らないかっていう。感じですよね。はい。ありがとうございます。こちらの方にもちょっと、一言です、ね、コツなんかもあったら教えていただきたいなと思うんですけど、どうですかね。多分誰でも結構釣れる。ああ、そうですか、はい。なんかキャストするところとかっていうのもなんか決めてるとかっていうのは。特には、まあ、釣れなくなったらちょっと場所変える。ああ。何点か、場所移動はされてたんで、はい。ああ、そうですか。あ、また釣れましたね。いや、ほんと、爆釣ですね。ここまで釣れるとなんか、すげえねっていう感じですよね。楽しくてしょうがないですよね、これね。型も結構いいんで、じゃ、今日の晩飯はちょっと何を考えて。ああ、すごいですね。まあ、天ぷらで。天ぷらで。すいません、ご協力いただきましてありがとうございます。はい、釣りを続けてください。ありがとうございます。ヒヌマからお届けいたしました。